雨の中、今日も多くの観光客が訪れている箱根町です。この町も将来消えてしまうかもしれません。民間の有識者グループは昨日、全国744の自治体で2050年までに20代から30代の女性が半減し、最終的には消滅する可能性があるという調査結果を公表しました。消滅する可能性のある自治体には箱根町のほか、函館市のような観光地や青森市のような県庁所在地も含まれています。ゆくゆくは、全部東京以外消えちゃうのかなと思うんですけど、さすがに箱根はだいぶ歴史あるし、なんとかならんかなとは思います。